ザリガニ。どうもー、ザリガニでーす。はい、ということで、ただいまね、7月25日の夜中なんですけど、ちょうど今日ね、キンプリの初日のコンサートツアーが終了したところでございます。お疲れ様でした。そして無事の開催、おめでとうございます。いや、こんなね、大変な世の中ではあるけど、みんながこう協力して、キンプリちゃんたちもジャニーズ事務所もね、いろいろ対応してくださって、開催になったわけですよ。もうほんと、ありがとうございますだし、おめでとうございますだしね。てかさ、冷静に思ったんだけどさ、3日間、昼、夜、昼、夜、昼、夜ってやる体力やばくね？キンプリすごくね？普通にビビってんだけど。まあ、そんなこんなでね、今日初日が終わったわけなんだけども、早速ね、今回のコンサートの瀬取りだったりとか初日参加組の感想を聞いてきましたので、今日はそちらを紹介していこうと思います。マジで行った人は幸運、もう羨ましい。もうだってさ、生で見たんでしょ。やっぱ現実にいるのかな、存在するのかな。はい、ということで早速瀬取りご紹介していこうと思います。で、こちらは視聴者の方から教えてもらったもので、うろ覚えなので間違ってるかもしれませんってことなので、もしかすると違うかもしれませんが、だいたいこんな感じだと思って参考にしてください。まあ、いけなかった俺だったりとか、今回当たんなかった人はね、あー、こういう瀬取りなんだって言って、自分でプレイリスト作ってね、ライブの気分味わおうな。それでは紹介していきます。まず最初、うわ、恋煩いスタート、やばくね？え、いきなりさ、真っ暗からスタートして、突然ライトアップで、これは運命的な恋煩いから始まるんでしょ。やば、もうこんなんさ、もう声漏れるよね。あっ、あーってなるよね。やば。そして次がハート&ビート。うわ、いいね。気分が上がってさらにどんどん上げてくれんの、これはやば。行きたい、行きたい。そして3曲目がハイオンラブ。うわー、やば！ Everybody チャーアップの時の盛り上がり絶対やばいやん。もういいな、生きて。そして4曲目が新曲の名前教えて、名前教えて。これやばくね？衣装チェンジとかあったのかな？どうなんだろう？教えてもらったところには、メンステって書いてあった。メンステってなんだ？メンステ。メンステ。あ、メンステってメインステージのことなんだ。へぇ、ってことは、メインステージで名前を教えてが披露されたと。やば。やば。もうあれかな？ハットこうかぶって踊ってさ、踊り終わった後ハットパーンって投げたりしたのかな？痛い！このペースダメだね。バンといくわ。続いて、波打て心。そして、ノーリガール。ノーリガール。腰振りに湧くよ。鼻血出たね。そして7曲目がダンストゥーザミュージック。これってさ、新アルバムのカップリング曲やん。これって新曲なのかな？どうなんだろう？ちょっとそこら辺わかんないけどね。そして続いて8曲目がビーティングハーツ。はぁ、俺マジで聞きたい、ビーティングハーツ。あの一番最初のさ、で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 、あほのところでしょ？もう、え、ここまでやばくない？もうノリノリすぎん？ずっと気分上がってくやん。酸欠になって死ぬぞ。そして9曲目がダンスウィズミー。ここでセンステだからセンターステージにみんなが寄ってったんだね。そして10曲目がアンドラブ。あ、聞きたい。ノリノリやん、もう。いいね、もう。キンプリだね。生で聴ける世界線どこ？住みたいんだけど。住み慣れた、我が家に。穴の香りをそう。で、ここでバックステージに行ったと。で、そして11曲目がアメイジングロマンス。ああ、ここでティアラたちの心臓がもたんくなるね。で、次12曲目がサマーデイズ。ここで結構ファンサがあったらしい。やば。ファンサに関しては別の動画でご紹介しようと思います。やばいなぁ。もうすごかったらしいよ、ファンサ。そして13曲目というか、次に MC が入ったそう。で、MC がね、あんまり言うとネタバレになっちゃうからちょこって言うんだけど、翔くんは緊張して楽しみでめちゃめちゃ寝れなかったそうです。かわいい。遠足前の小学生なのよ。そして14曲目が恋降る月夜に君を思う。これが今回初披露でしょ。うわ、何回もコンサート行ってる人からすると最高よな。うわ、ついに聴けるんだって感じでしょ。いいよ。そして15曲目がロストインラブ。ここでね、ペンライト消してだったらしいんだよね。俺のイメージだとペンライトって常にこうつけてるらしいんだけど、あえて消すっていうそのシチュエーション、めっちゃいいね。会場の一体感が最高になるよね。そして16曲目が I Promise。 あー、何、衣装チェンジとかあったのかな。もう一番 I Promise が好きだから、いや、マジックタッチも好きなんだけど、 I Promise 好きだからほんと聞きたい。うわ、
誰にも破れないってやりたいし、聞く話によると翔くんはプロポーズポーズをしたらしいよ。プロポーズポーズってなんだよ。プロポーズのポーズをしたらしい。そして17曲目がボディーペイント、そして18曲目がバブルズ&トラブルズ、ここまでがセンターステージだったらしい。そして19曲目が突っ張り魂、これがねセンターステージって外周してセンターステージっていう感じで、キンプリちゃんたちがブワーって動いたんだって。だから遠くの席の人でも結構見えたらしい。いいね、もうコロナでなかなか声出しにくいけども、そういう配慮をしてくれる、素晴らしい。そして20曲目がこれ言えるかな、フィジャディバグラビボブラジポテト、よしよしよし、これ早口言葉やろな、もはやな。これマジで生で聞きたいんだけどさ、どんな感じ。それでは続いての曲を聴いてください。フィジャディバみたいな感じで言うのかな。絶対噛むやんこれ。そして21曲目がジュニアパフォーマンスなんだって。お、キンプリのコンサートってキンプリだけじゃなくてジュニアがこうやることあるんだね。確かに言われてみればランドのライブでもジュニア踊ってたから、そういうことか。え、もしかするとさ、そのジュニアがこうね成長してこう大人になった時に、昔キンプリのライブ出たんですよって言うのかな。めっちゃいいね。自分の推しのジュニアとかいたらなおさら最高じゃない。キンプリも見れてジュニアも見れてっていうね。そして22曲目がメイジーな、ここでメインステージに戻ったそう。やばいね。衣装チェンジとかあったのかな？もう衣装チェンジとか最高じゃん。一旦気分をね、落ち着かせてからの、メイジーな。そして23曲目、うわぁ。いやぁ、メイジーナイトからのマジックタッチ。これはやばい。あー、これはやばいね、もう。泣く。もう泣くよ。誰かしら倒れてるよ。救急車いたでしょ。そして24曲目が、今君に伝えたいこと、あー。徐々にね、24曲目っていうこともあって終盤に差し掛かるから、こうまったりしたというか気持ちが落ち着くような素敵な曲が来るのね。マジックタッチからのこれはちょっとやばすぎんじゃない？ギャップがすごすぎんじゃない？生で聴いた人マジで羨ましい。そして25曲目がメモリアル。うわ、もう今君に伝えたいことからのメモリアルのダブルパンチはやばいって。もうあれだよ、あのポッピングシャワーみたいなもんよ。そして26曲目は準備してます、僕らのグレートジャーニー。いいね、ちょっとこう落ち着いてからの準備してます、いいね。そして27曲目がラブパラドックス。これは聴きたい、マジでこれは生で聴きたい。もう目で見てさ、耳で聴いて書きたいもんね。そして28曲目がスーパーデューパークレイジー。29曲目がシンデレラガール。シンデレラガールって結構最後に来るんだね。一番最初にバーンと来るかと思ったら最後に来る。よきやね。これを聞かなきゃ帰れないよね。そして30曲目がディアーティアラ。この時みんなさ、ペンライト何色にしてたの？あえてつけずに、あるあるある。このね、何もつけずにピンク色をね、イワチカラーにしたのかなとかちょっと考えちゃいます。どうだったのかな？で、ここで一旦閉じて、アンコールが来て、最後2曲が、幸せがよく似合う人とゴールデンアワーっていう感じで終わったそうです。いやー。もうさ、想像でしかわかんないからさ、感想も難しいよね。とにかく頭の中で、うわ、どんなこと話してるんだろうとか、どんなファンサしたんだろうっていうのは気になるけどね。実際生で見たら違うよなぁ。行きたい、もう。行きたい、もうなんかチケット降ってこないの？サンタさん。そしたら実際に参戦した方の感想を読んでいこうと思います。顔ちっさってなります。やっぱちっちゃいのかな。遠近法とかあるかもしれんけど、多分顔こんないよ。実際こんな。ペンラここに置いたらほぼペンラと一緒よ。フィジャディバグラビボブラジポテトで、キンプリちゃんが考えてくれた演出が楽しかった。どんな演出なの。もうこればっかりはね、ライブ DVD 届いてからの楽しみかな。トロッコはなかったけど、上の席の方の近くに行ってたりしてたので、上の方も楽しめたと思います。やっぱりぐるぐる回ってくれたんだね。今回遠くの人もさ、わーわー騒げるわけでもなく、双眼鏡でこうやってやる方も多いと思うんだけど、近くに来てくれるのはもうさすがキンプリ。超嬉しいよね。来た！多少歌詞を間違えてるメンバー可愛かったです。レン君髪切ってた。レン君髪切ってたって。見たい。聞きたい。
たい。聞きたいは違うか。声は出せないけど、とても楽しかったです。炎などの演出がすごかった。うわ、どこで炎が出たの？何？どこ？メイジーナイトあたりで来るのかな？もう、そういうの最高にライブ DVD が楽しみになるよね。翔くんにプロポーズされてる人いました。はい、ということで今日は初日の瀬取りと実際に行った方の感想を聞いてきました。羨ましい。今後もね、別公演の感想も聞いていこうと思いますので、よかったらジャニオタの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日の動画でした。こんな感じで普段はキンプリに関することやジャニーズに関すること、オタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますので、ぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。ということで今日のザリガナでした。またね。バイバーイ。